アイザック・マーフィー・アイザック・バーンズ・マーフィーは、アメリカ合衆国の黒人騎手。1412レースに起乗し、628の勝ち星を挙げたが、この44%という勝率に並んだ騎手は、現在に至るまで出ていない。この記録受立によって、1955年にアメリカ競馬殿堂に初めて選出された騎手の一人となった。たださすがに、 この記録は誇張であったらしく1538,530章であるという。とはいえ凄まじい数字であることには変わりないが、ケンタッキー州フランクフォート出身。父親は捕虜としてキャンプネルソンに葬られるまで南北戦争に連合軍兵士として出兵していた。父の死後、家族は彼の祖父グリーン、マーフィーの住むレキシントンに移住。 14歳で騎手になったとき、彼は尊敬する祖父の名字、マーフィーに改名した。1877年から1893年の、相場、ケンタッキーダービーに11回騎乗。1884年には、グキャナン、1890年にはライリー、そして1891年には、キングマンで、史上初のケンタッキーダービー3度制覇を成し遂げた、騎手となった。 また、ケンタッキーダービー、ケンタッキーオークス、クラーク・ハンデ・キャップの3レースを同一年に勝利した唯一の騎手でもある。彼はカラード・アーチャーとあだ名されたが、これは同じ時代に活躍したイギリスの騎手、フレッド・アーチャーにちなんで付けられたものである。アイザック・マーフィーは1896年にハイが元で死去したが、墓に名前が刻まれていなかったため、 その場所は長らく忘れ去られていた。しかし1967年に見つけ出され、亡骸はケンタッキーホースパークのエントランスに移された。現在はマンノウォーの隣で眠りについている。1995年には彼の名誉を称え、1年で最も勝率の高かった騎手に贈られるアイザック・マーフィー賞が創設された。また、アーリントンパーク競馬場では、 彼の名前を冠したレース、アイザック・マーフィー・ハンデ・キャップが行われている。エディアー・キャロは、彼の記録を超えるチャンスはないだろう。と話している、ハット・エビ・スティーブン・エイ・リス・ザ・アメリカン・ジョッキー、1865から1910、2020年4月15日閲覧。なお、キングマンは、黒人のオーナー兼調教師、ダドリー・アレンの管理場であり、これは、 黒人のオーナーがダービーを勝った唯一の記録である。ありがとうございます。